毎度おなじみルローのチャンネル、ウルトラヒーロートイチャンネルです。ということで本日3月25日は大怪獣祭りということで、年度末のたくさんおもちゃが発売されたんですけれど、中でもまあ僕が一番楽しみにしていたのはこちらでございます。シン・ウルトラマンよりゴメス、ペギラ、そしてパゴスのソフビとなります。映画シン・ウルトラマンの冒頭のですね、ウルトラ Q パートにもうサプライズで登場して、もう僕らの心をわしづかみにしたですね、シン・ウルトラマン版のウルトラ Q 怪獣3体のソフビとなります。どれから見ようか、もうやっぱこれから見ましょう。ゴメスですね。っていうかもうはっきり言いますよ、ゴメスっていうかゴジラですよこいつは。映画見に行った人がもうみんな驚いたと思うんですけれど、まあ、ゴメスって怪獣もともとウルトラ Q にね登場して、これゴジラの、着ぐるみを改造した怪獣なんですけれど、シンゴジラの、まあ、データをそのまま流用して、ゴメスが復活しまして、友達とかとシンゴジラの、まあ、ちょっと続編でジラスとか出てきたら面白いよねみたいな話はしてたんですが、まさかこうゴメスが出てくるとはと思ってまして、公開されてからもうずっとこいつの立体物が欲しかったんですが、はい、こちら新ゴメスとなります。ソフビの方はですね、こうやって比べるとゴジラよりちょっとちっちゃいんですが、尻尾ボリュームすごいありますね。で尻尾の先が分かります、これ尻尾の先が顔になってるんですよこれ。しかもここちゃんと塗装されてて、このゴメスは本当に謎の怪獣なんですけど、この尻尾の先から想像の余地が生まれてきますね。顔周りはねゴジラなんですけど、こう角と牙を生やしてねゴメスとなってますね。で全体的な色合いはちょっとグリーンがかってるのか、黒の成型色なんだけど胸周りのあたりは、グリーンがかってて、まあ、これオリジナルのゴメスみたいな色合いになってますね。顔は接着されてるんですけど、腕と足をこう動かしてあげることができますね。尻尾の先も何気にこことここで分割されてて、まあ、接着はされてるんだけど別パーツということでね、意外とパーツ数多い作りになってますね。劇中だとねあっさり自衛隊にコテンってやられちゃったんですけどやばいねこのシンゴメス、本当にかっこよくすぎてずっと見てられる。タグはこちらですね、シンウルトラマンムービーモンスターシリーズゴメスかっこシンウルトラマン。次の怪獣いきましょう。こちらはペギラになります。巨大不明生物第3号の、ペギラになるんですけれど、こちらもまあウルトラ Q で2回登場して、近年のウルトラシリーズ Z にも出てきましたよね。冷凍怪獣っていうことで、東京に氷河期をもたらした怪獣なんですけれど、こちらもね冒頭チラッと復活しまして、女性科学者によって弱点を発見されたことで、退治されたということで、おそらく昔ももクロだった人だよねに弱点を発見されて倒されちゃったのかなと思うんですが、顔がねもういいよね、おじさんみたいな顔をしてる。去年、まあ、チャンドラーのソフビも出たんですけど、これもすごくいい表情してるんですが、このペギラも非常にいい眠たそうな顔をしてますね。まだ羽を広げてないんですけど、これ こんな感じで羽が広がるんですよね。メキシコのプロレスラーみたいな、そういう面白いデザインをしてますね。関節もなんか面白い向きをしてる。いいのかな、生物としてこれで正しいのかな。ソフビとしてはお腹のあたり、ここにも分割線があるんで、ここは接着されちゃってるんですけど、尻尾もねこう動かしてあげることができますね。足の先はまあ一体パーツになってますね。本当はこうかかと浮いてるような状態になるのかな。ムービーモンスターシリーズペギラシン・ウルトラマン。さあ3体目最後の紹介になります。放射性物質捕食怪獣パゴスですね。こちらのソフビとなります。これもまあもともと原点はウルトラ Q に登場した怪獣なんですけれど、パゴスも去年500サイズの、ソフビで発売されてるんですけど、このパゴスはやっぱ全然違うよね。この怪獣に関して言えばネロンガとまあガボラ似たようなデザインをしてまして、まあアタッチメントのようになってるんで、生物兵器として作られた怪獣であることをちょっと示唆されてるんですけれど、もともとオリジナルのパゴスって怪獣が、着ぐるみを流用してネロンガになったりとかガボラになったりとかね、あとマグラって怪獣になったりしてたことを合わせて、まさかのねパゴスも登場ということで、やっぱ怪獣詳しい友達とかとネロンガとガボラがね出るんだったらパゴスもあるでしょうみたいな話をした記憶があるんで、まさかこいつも出てくるとはっていうねサプライズでしたね。でじゃあ結構流用してるのかって言われると、実際流用してる部分としては、両手と両足だけなのかな。胴体はもう全然違うんですよ。ほら背びれが生えてますからね。ソフビのデザイン自体はすごい似てるんだけど、こうやって見比べてくると似てるようでやっぱ別の怪獣なんですね。顔の方はガボラに似てるんですけど、まあ、角が生えてるんでやっぱこっちは新規になりますよね。タグはこちらですね、ムービーモンスターシリーズパゴスかっこシンウルトラ。まあ、ということでムービーモンスターシリーズのゴメス、ペギラ、パゴスのね簡単な紹介だったんですけども、これに関してはやっぱり一般で発売されたことが非常に嬉しい
怪獣即位でしたね。もう本当に冒頭ちらっとしか出てきてない怪獣ですし、権利的にね、特にゴメスなんかは難しいなと思ってたんですけれど、やっぱこういう形でね発売されたのは非常にもう喜ばしいことだと思いますね。でまあ劇中でも、まあ、新ウルトラマンの世界観を広げる、役割のあった怪獣たちなんですけれど、家の中でもね、これウルトラマンと戦ってない怪獣ですから、ウルトラマンと戦わせてあげたり、あとゴメスなんかはゴジラ怪獣と絡ませても面白いと思いますので、そういうイマジネーションが非常に広がる怪獣たちだと思いますので、ぜひね、値段はまあ全部3000円以上するんでちょっと高いかもしれないんですけど、全部買うと1万円ぐらいするんでちょっと高いかもしれないんですけれどね、まあ新ウルトラマンファンだったらね、押さえておきたいアイテムだなと思いました。まあ、ということでね、ムービーボン3種類の簡単なレビューでございました。